おはようございます。2024年7月の29日、今日は月曜日ですので、江南駅西口にてご挨拶運動させていただきます。改めましておはようございます。江南市議会議員の大藪豊和でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。そして今週もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日7月29日、私も実は趣味でやっておりますアマチュア無線の日だそうです。昭和27年、7月29日この日にですね、実は、戦中戦後と、おそらく GHQ だろうと思いますによって禁止事項とされておりました、民間人の無線の、技術を向上するための行為、アマチュア無線という、これがですね、実はずっと禁止されておりましたが、しかしですね、昭和27年の今日を、本日ですね、当時の、総務省でしょうね、今なんでしょう、逓信省になるのかな、によって、久しぶりに、解禁をされました。結果的にはですね、この日に日本全国で、たったといえばたったですし、30局といえば30局なんですが、30名の方に、これ何が降りたかっていうと予備免許といいまして、そのアマチュア無線の業務をやっていいよという免許がおりまして、その後本免許の申請、そして再免許というふうになった格好です。現在このアマチュア無線、一時は携帯電話などの流行によってどんどん下火になりました。一般的にはオワコンというふうに言われていた時代もありましたがですね、どうもこの東北の震災やそして能登の震災において、もう一度見直された、すなわち何か、電力などのインフラがダウンしてしまって、各行政などの無線が使えなくなってしまった、こんな地区が非常に多かったわけですよね。この中で最終手段として通信として残ったのがアマチュア無線でした。このアマチュア無線を通じての行政無線の保管、これができたということで、昔免許を持ってた方、これね、実は終身免許と言いまして、中学校高校の頃に免許を取った免許、このまま免許は生きてます。ただし免許証は生きてますが、免許状はもうすでになくなっている方、要するに局面と言われる開局申請をされる免許がもう残ってない方が多いようで、この開局免許を取る局面を取られる方が増えました。さらには新規でアマチュア無線の免許証を取る、これを取られる方も増えております。今現在本当に増えてるんですね。ぜひとも皆さん、ご自身の命はもちろん、ご家族の命を守るためにも、このアマチュア無線の免許もう一度取られたらどうでしょうか。そして新たに免許を取られる方、中学校の理科程度のレベルで、免許は取れます。4級のアマチュア無線は取ることができます。高校の物理科学程度の知識があれば、あとですね、電信が取れれば、電信をね覚えれば3級が取れます。さらにその上、レベルが上がる2級、1級も頑張れば取ることができます。ぜひとも、もう4級で十分ですよ。4級でね、昨日も実はある方が、日本と韓国とね、ちょうど無線でつながって喋っていたのをね、知っています。ですから、十分4級の免許、20ワットまでかな、で、取ることができますので、喋ることができますので、十分これで OK ですから、ぜひとも取ってみてください。話題をゴロッと変えましょう。あ、そうそう、その免許を取られる方ね、私に一声かけてください。どこでどういうふうに免許を取ったらいいかお教えします。もちろん、そんなお金は取りません。無料で教えますので、ぜひ聞いてください。さあ、今日ですね、実はもう一個こんな日というのがあります。今日は、ね、大吉日といって、なんと NHK の光る君へによく出てくる陰陽師、この関係で、ですね、1年間に数回天赦日というのがあります。これは何をやってもその思いが、叶えることができるというこの天赦日、そしてもう一つ一粒万倍日といって、始めたことが実を結ぶ、そんな日のことを一粒万倍日と言います。これが1年間のうち数回、だいたい今年は4回だそうですが、重なる日が本日
大吉日であります。何をやってもうまくいく日です。何か始めてみませんか。今日も暑くなりそうです。空はそうですね、2割ぐらい雲ですかね。あと8割は晴天です。今日も暑くなりそうですのでね、熱中症の対策をしっかりとってお出かけください。では今日も素敵な一日になりますように、そして今週もいい1週間になりますように。いってらっしゃいませ。ごきげんよう。